こんにちは、みじゅです。今回はこちらフォルクスワーゲンの新型ゴルフの車両紹介をしたいと思います。私のチャンネルでは輸入車の紹介が初めてなんですね。で、記念すべき第1回目が新型ゴルフとなります。まあ、内外装紹介していきたいんですけど、初めて体験することが多すぎて戸惑いがあるんですけれども、まあレポートしていきたいと思いますので、どうぞお付き合いください。では動画スタート。今回お借りした車両は外観カラーがオリックスホワイトマザーオブパールエフェクトというホワイトカラーになります。そしてこちらのグレードは内装カラーがアンスラサイト、タンタンチェック柄となっております。後でお見せするんですけど、すごい可愛らしくて伝統的なデザインとなっております。車両のボディサイズは全長全幅全高 4295-1790-1475mm となっております。最小回転半径は 5.1m となっております。ヘッドライトは LED マトリックスヘッドライトというものが採用されていて、フロントカメラで対向車や前の車を認識して、片側で22個もある LED を制御して視覚を確保してくれる最新テクノロジーが採用されています。後方も LED のテールランプが採用されています。流れるウインカーとしてダイナミックターンインジゲーターを装備しています。かっこいいですよね。フロントデザインで注目してほしいんですけれども、デイタイムランニングライトが搭載されています。左右に一貫するデイライトはアクセントにもなるし、周囲への視認性も高めてくれます。足回りを見ていきたいと思います。ホイールベースは 2620mm、 トレッド前後は 1535-1505mm となっております。タイヤサイズは 225-45R17、 17インチタイヤが装着されています。後席の開口部がかなり大きく広がっていて、この車格に対してかなり乗り降りのしやすいデザインとなっております。また注目してほしいんですけど、中に入っていただいて、こちらですね、シートベルトが倒す時にね、干渉しないような位置に設置されてるんですよ。なのでシートベルトが引っかかることもなく、こうやって後席をフラットにすることができます。燃料タンクはプッシュオープン式となっております。使用燃料は無塩プレミアムガソリン、燃料タンクは51リットルとなっております。続いてボンネットを開けてエンジンルームを見ていきたいと思います。エンジンルームはこちらの運転席横から開けることができます。オープン。これね、ちょっとパワーゲートっていうか、なんだっけあれ、なんだっけあれがなかったんで、めちゃめちゃ重かったです。片手で開けるのがすごい大変だった。ドアハンドルに注目してほしいんですけれども、エクステリアアンビエントライトというものが付けられています。ドアハンドルの内側にライトが搭載されていて、夜間のドア開閉をサポートしてくれます。夜間でも明るいので、ドアノブの位置が見失ってしまったりとかないんじゃないかなって思います。それでは前席へ乗り込みたいと思います。ではエンジンを始動してみたいと思います。エンジン始動なんですけど、ボタンがこちらになります。ここエンジンスタートストップっていうボタンがここにあるので、こちらを押してエンジン始動させたいと思います。では始動させます。おー、静か。でこちらは 1.5 リッターのモデルになります。ガソリンのモデルになります。窓の開閉の操作音を聞いてみたいと思います。でウィンドウ周りなんですけど、すべてオートになっております。4つともオートになってて、こちらがミラーの調整ですね。でこちら収納かと思いきや、このなんていうの、つかみでした。ドアのつかみがこんな感じで、で下部に収納があるんですけど、かなり広いですね。私がグーにして、ここもちろん広いんです。ゆとりがあって、こっちの細いところもグーのまま入れるんですよね。でこちら見えるかな、イルミネーションがついております。点灯してる。
そしてこちらライト系の操作はこういったタッチパネルになっております。この辺もタッチパネルになってて、全体的に物理スイッチが少ないなっていう印象を受けました。で、運転席からの目線はこんな感じですね。こちらのディスプレイとあとメーター周りが、まあ、こんな感じで並んでるんですけど、この外側がピアノブラックで統一されてるんですね。なのでここのつながりというか、ここもピアノブラックでつながっていて、メーター周り液晶あたりがすごく広く感じるし、実際のモニターサイズよりも大きく見えます。てか今気づいたんですけど、これハーマンカートンさんなんですね。びっくり。スバルさんの新型レガシーアウトバックもハーマンカートンさんのスピーカーをチューニングというか、まあ、取り付けられてるオプションがあったんですけど、こちらもたまたまスピーカーが一緒でした。で、その、まあ、A ピラーつながりなんですけど、これここのね、視覚になりやすい部分、こことかが視界が開けてるし、多分サイドミラーの位置とかもちょっと後ろにずらすことによって、ここの隙間の視界を良好にして、なるべく視覚の少ない視野になるように工夫されてるんじゃないかなって印象を受けます。そしてステアリングなんですけど、ステアリングは D 型となっております。続いてこちら右側のスイッチ類なんですけれども、こちらもタッチパネルになってるんですよね。びっくりしちゃった。で、こちら全てライトアップもされてて、なんか質感が高いですね。で、パドルシフトもこちらについております。左右についております。で、こちらワイパーなんですけど、ワイパーは右手にあって、このねワイパースイッチがすごいスタイリッシュじゃない。で、こちらがウインカーのスイッチなんですけど、こんな感じですね。で、こちら運転してみたんですけど、くびれててすごい握りやすいですね。そして足回りなんですけど、足回りはこんな感じですね。マットも結構質感が高くて、で、フットレストはちょっとね気持ち小さめかなって思いました。左端にあって、で、ブレーキペダルで、アクセルって感じですね。そしてハンドルのね位置なんですけれども、こちらのレバーを下げて可動域はこんな感じですね。奥行きはよいしょ、こんな感じ、このくらい動きますね。結構動く範囲は広いんじゃないかなって思います。よいしょ。で、座席の調整が、背もたれとかはこういうダイヤル式なんですよね。電動かと思いきや、ここは手動で、ちょっと慣れるまでわからなかったです。これが、まあ、高さ調節ね。高さ調節がここでできて、で、ここで背もたれの調節ができるようになっています。で、このシートポジションなんですけど、こちらの大きいレバーを上げることによって、こんな感じで動かせます。まあ、動かせる範囲はかなり、まあ、範囲が広いので、自分の体格に合ったサイズを調節できるんじゃないかなとは思います。ディスプレイなんですけれども、本当にね、なんか今の時代に沿ったというか、もう直感的に操作できるようなディスプレイとなっております。本当にタブレットを扱ってるかのようなね、使い心地ですよね。で、こちらがシートヒーターかな。あ、なるほどね、こういう感じで出てくるのね。エアコンも、あ、風量はここで、で、リア、あ、後席もね、ここで調節できるのね。で、左右で温度調節もできて、あ、ここにありますね。おーおー、ここ触ればいいのか。へー、調節できて、で、シートヒーターがこんな感じで調節できるのか。左右別々ですね。で、こちらエアコン送風口が2つあって、で、ここにハザードランプ、ここなんだね。こんな感じで、こちらがモード、モード、こんな感じでエコー、あ、草が、草なんかエコっぽいモード、コンフォート、あ、ラグジュアリーな走りができるんですね。で、スポーツ、あ、サーキットのイラストが出てきた。そしてカスタム、おー、自分仕様にいろいろできるんですね。なるほどね。私はコンフォートが好きかな。やっぱり足回りが硬すぎると、乗ってる時に、例えば後席の人とかも多分お尻が跳ねちゃうような感覚があると思うんですけど、それがね軽減された方が私は好きですね。
そしてセンターコンソール周りはイルミネーションがついてますね。でこちらはタイプ C だ。 USB は最近ついてるけどついにタイプ C に変わったんですね、こちらも。でこちらがエンジンスタートボタンで、パーキングで、こちらがね、見てこれ、この小ささわかる？私の指の第一関節ぐらいまでしかないんですけれども、こちらがシフトレバーとなります。まあこんな感じで、はい。でパーキング、ニュートラル、リバース。リバースにするとこんな感じで液晶でサポートしてくれます。でパーキング、こちらに電子パーキングブレーキがついていて、で電子パーキングブレーキは D レンジに入れてアクセルを踏めば勝手に解除されます。そしてこちらがオートホールド、ブレーキホールドですね、こちらにあります。でドリンクホルダーなんですけれども、結構大きいですよね。大きくて広いんですけど、こちらのボタンを押すと、はい、ドリンクをちゃんとホールドできるようなスペースになってくれます。ちょっと入れてみると、まあこんな感じで、まあ揺れにも耐えられる。でここが結構、まあ、ゆとりがあるので、サイズによってね使い分けができるんじゃないかなって思います。でここが 12V の、はい、シガーソケットがついております。そして車内のライトなんですけれども、すべて LED となっておりますね。かっこいいですね。質感が高い、かっこいい。はい、そしてサンルーフもあります。こんな感じでカバーを開けて、霧雨が降ってるのでちょっと曇ってるんですけど、タッチパネルのようなボタンで操作することができます。はい、アク範囲はこんな感じですね。で座席のシートなんですけれども、めちゃめちゃ座り心地がいいの。そして柄がね、タータンチェックっていうんですかね、タータンチェック柄となっております。でシートヒーターとステアリングヒーターなんかもついてて、快適に運転することができます。こんな感じ、背もたれはこんな感じです。わかる？こんな感じで、左右のホールド感も結構あって、きつすぎないっていうのがいいね。やっぱりスポーティーな走りも楽しみたいけど、でも街乗りとかコンフォート、ラグジュアリーな走りも楽しみたいってなると、やっぱりすごいバケットシートみたいにキュッてなっちゃうとちょっと苦しいし、背もたれ倒して休憩したい時とかも窮屈に感じるんですけど、まあ、これは本当に程よいサイズ感で私はすごい好みです。はい、でセンターコンソールの収納は、お、あ、なるほどね。なんか作動音がするんだけど、カラカラ。なんだろうこれ。カラカラ鳴ってるけど大丈夫かな。で奥行きは結構ありますね。グー入れて、私の手のひらでこんな感じの大きさ感になります。では後部座席にちょっと移動してみるか。後席はこんな感じです。まあ広さは結構ねゆとりがありますね。私の 175cm の座席にセッティングして、まあこのくらい、グーとあと指 2,3 本分ぐらいは空いてますね。こんな感じで、で運転席後ろもなんかねかっこよくて、そしてここにちっちゃい携帯のポケットみたいなのがね2個あって便利ですね。で下部にも大きめのポケットがついています。でドアの内側周りなんですけど、この辺はハードプラスチック樹脂って感じで、ここはスウェードっぽくなってて、でここにスピーカーがついております。ドアポケットめちゃめちゃでかいですね。こう広々してます。で座席はこんな感じですね。どうかな、縦グーと指2本分ぐらいは隙間が空いてますね。で横も結構スペースがあるので、結構広々空間でいいかもしれないです。でシートベルトはここから出ております。でヘッドレストもちゃんと
よいしょ、よいしょ、うん、硬い、よいしょ、あ、結構上がるな。あ、いいですね。かなりの高さまで上がってくれるので鉱石に乗ってても、うん、いいと思います。そして、はい、こちらをピッ、はい、あ、ここでちゃんと止まる。ここでなんかペターンって垂れ下がんないで、ここで止まるようになってますね。いや、いいですね。2つ、あと真ん中になんかちっちゃいのがありますね。肘がフィットするような位置で垂れ下がってないので、ちゃんとここの位置でキープされるようになってるので、めちゃくちゃいいですね。おー、すごい。で、こちらを見て、開けるとトランクルームとつながるようになるんですね。なので、まあ私としては、後ろから釣り竿をねポンって入れて、でここを貫通させて前まで通しちゃうみたいな感じの、まあ使い勝手もできるんじゃないかなって思います。釣りとかやる方はこの機能すごい便利じゃないかなって思います。使い勝手も考えられてて素晴らしいと思います。そしてセンターコンソール後ろにはエアコン送風口が2つついていて、こちらで温度調整も風量調整、温度調整もできるようになっています。そしてこちらの下部には充電器なんですけど、タイプ C が2つついています。すごいね、もうこれからの時代タイプ C なんですね。ではトランクルームをね、見に行きたいと思います。ラゲッジルーム見ていきたいと思います。こちらは通常でも380リットルの大容量を確保してくれています。大きいですよね。この車格に対してかなり大きめのサイズ感だと思います。そして鉱石の背もたれを倒せば1237リットルもの広大なスペースが出来上がります。そして戸のカバーは吊り下げ式です。こんな感じですね。そしてサイドに LED ライトがついています。で、シガーソケットも一口ついていて、で、下方にはこういったちょっとした収納もついております。で、ラゲッジルームの下にはスペアタイヤが入っております。最近の車スペアタイヤ入ってること少ないので嬉しいですよね。そして先ほども紹介したこの、はい、前席と通貫する、こんな感じですね。はい、釣り竿なんか入れたらいいんじゃないかなって思います。そしてマフラーなんですけれども、こちらはフェイクで、実は下方にねこうやって2本出しで搭載されています。最近の車はね、マフラーあまり外に出さないデザイン性が多いですよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。車両紹介終了したいと思います。そして次回の予告なんですけれども、次回は今回紹介した新型ゴルフの試乗レポート動画をアップしたいと思っております。そちらの動画もぜひ楽しみにしていてください。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。